皆さんこんにちは、アイビーです。今回は私がオーストラリアでレーザー脱毛してきたので、その話をしていきたいと思います。なんで今回脱毛しようと思ったかというと、一つ目は日本より値段が安いって聞いたことです。二つ目が、日本でも光脱毛してたんですけど、やっぱまばらに生えてきたりとか、それがちょっと気になってやりたいなって思いました。オーストラリア全土に展開しているレーザークリニックスっていうところに行ってきました。私の場合はまずサイトにログインして脱毛したい部分のオンラインチケットを買って、家の近くの店舗で予約しました。そしたら店舗から確認の電話かかってきて、予約確定っていう感じでした。ちなみに私が買ったチケットはクリスマスセールで、足全部1回と脇とブラジリアンが3回のセットの216ドルのチケットを買いました。だいたい日本円で言うと1万7000円ぐらいですね。レーザー脱毛でこの値段はめっちゃ安いと思います。当日はカウンセリングシートに記入してすぐ施術って感じでした。でこっからびっくりしたのが、部屋に入ったら上の下着だけになって寝てみたいな感じで言われて、普通日本だったら寒くないようにとか恥ずかしいとかの配慮でタオルの1枚ぐらいはあるのに1枚もなかったです。耐えれるぐらいの痛みであっという間に施術は終わりました。それで締めは、じゃあそこにあるクリーム勝手に塗っといて受付に来てっていう感じで終わりました。日本だったら冷やしたりとかクリーム丁寧に塗ってくれたりとかするんですけど、全然違いました。もう逆に日本と違いすぎて清々しかったです。で1回でめっちゃ効果を実感できたんですけど、光脱毛の時は後でポロポロ取れてきましたか聞かれるんですけど、全然分かんなくて、でも今回は本当にこれがポロポロかみたいな実感できました。注意点としては、毛の処理はしっかり自分でやっとくことです。日本だったらこう剃り残しがあったら剃ってくれるんですけど、オーストラリアは剃り残しててもそのまま当てられます。あと3回目の時に完全に予約を忘れてて、もうその分のチケットが消化されてたので、くれぐれも当日キャンセルは皆さん気をつけてください。日本だとレーザー脱毛は医者しかできないんですけど、オーストラリアはそのレーザー脱毛の資格を取れば誰でもできるので、だからこんなにいっぱい店舗があって従業員がいて値段も安いのかなと思いました。はい、ということで今回はオーストラリアでのレーザー脱毛の体験談でした。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。バイバーイ。